ですね、ここで、この後会長発言ということで、どうでしょう、ここで私の方から指名さ、何人か指名させていただきますので、また話をお願いします。この先ほどのですね、フジテレビの、映像に、その前にですね、ちょっとこの法輪功の方の臓器が非常に人気があるということは、例えば先ほどの、ウイグル人の臓器がイスラム圏の人々にハラル臓器ということでですね、非常に人気があるように、この法輪功の人たちの、囚われた法輪功の人たちの臓器というのも、移植を望んでいる患者に、レシピエントに非常に人気があるというのは、法輪功をやっている人たちというのは、酒は飲まない、タバコも吸わない、非常に健康な生活をしているということでですね、法輪功の臓器をくださいと。実際にこの臓器売買に関して、長年調査を続けていた、またスキル側といった人たちの調査、ね、覆面調査によると、病院に電話してですね、法輪功の臓器ありますかというと、病院の方で、うちの臓器は全部法輪功ですよという、安心してください、非常に新鮮な臓器ですから安心してくださいというような答えを医者が平気で答えると、そういったような映像もありました。それでですね、先ほどのフジテレビの、報道に関して、これどうしたらいいかということをですね、今日、皆さんからお知恵を拝借したいということで、今日は、急遽集まっていただいたんですけれども、フジテレビ側の対応ということでですね、フジテレビ側の対応を我々の方からも働きかけて、フジテレビの方に会っていただきたいと、これに関してちょっと説明させていただきたいというようなことで、そういうような、アプローチもしてみたということのですね、説明を、実際に担当した根本さんの方から、フジテレビの対応がどんなだったかなというのをちょっと話してもらいたいと思います。どうぞお願いします。SMG 事務局の根本と申します。よろしくお願いします。事務局でこのフジテレビが放映されてから、これ絶対抗議しなくちゃいけないよっていうことになりまして、皆さんでどうしたらいいかねっていうことになって、もう、一部の人はもう、じゃあフジテレビの前行ってデモやろうみたいな、そんな流れにもなっちゃったんですけど、それだとね、なかなかどうかなっていうこともありまして、結局、みんな、法輪功の人たちもこういう穏やかにやろうっていう人が多いので、それで、じゃあ、向こうのプロデューサーにね、話をして、そういう美談だけで終わらないで、その中国の臓器移植の実態を知ってくださいっていうことで、アポイントを取っていきましょうということになりました。それで私がそのちょっと電話がけをさせていただいてやったんですけど、結局向こうもなかなかつないでくれないっていうか、プロデューサーに結局それなりのディレクターの方が出てくるまでに5人の方が変わりました。で、3日、3、4日経っちゃったんですね。それでも、どうにか、医療系の、この番組を扱った医療系のチーフディレクター、それとその下のディレクターお二人の方が、私、横浜に住んでるんですけど、横浜に、じゃあ、ね、せっかくですから、じゃあ、住んでいる横浜まで行きますよっていうことになりまして、それで、フジテレビだから何らかの場所も取れるみたいで、じゃあお願いしますっていうことになったんですけど、それ野村さんとも相談したんですけど、結局それって事態の鎮静化を図ってるんじゃないのって、そういうこともあるかもしれないんですけど、本当は今週の火曜日に横浜のね、それなりの場所で、私や野村さんや
中央議員代表の丸山先生と一緒に話を聞くことになったんですけど、結局豪雨災害ができてしまったので、起こってしまったので、そっちに行かざるを得ないからっていうことで、ちょっと来週のね、金曜日に延期になっちゃったんです。でも内部からは結局そんなチーフディレクターだディレクター2人が出てきて私たちの話を聞いてくれるっていうのはなかなかないことだと思うんで、それ貴重だから、たとえ来週であってもこういう緊急集会はするけども、まだ会ってくれるんなら会ってこういう実態をね伝えて、それで番組を作ってもらうようには話をするつもりなんです。ただ向こうでもちょっとそういうふうにあまり強く言われたらまずいと思って伏線を張るっていうか、根本さんその要望にはね答えられないかもしれないけど、とりあえず話だけはね聞く場を設けますっていう、そういうレベルになっております。またあれいいお話がありましたらご報告したいと思います。よろしくお願いします。